ハンス・フォン・ゼイクト、ヨハネス・フリードリ・ヒレオポルド・フォン・ゼイクト、ヨハネス・フリードリ・ヒレオポルド・フォン・ゼイクト、1866年4月22日から1936年12月27日は、ドイツの軍人。通称は、ハンス・フォン・ゼイクト、ハンス・フォン・ゼイクト、参謀総長や陸軍総司令官を務め、1920年代前半の、 バイマル共和国軍最大の実力者として、国家の中の国家である軍の権威を確立した。最終階級は、上級大将。1866年にシュレースビヒホルシュタイン州で、プロイセン軍陸軍将校の息子として生まれる。ゼークトは1885年に陸軍に入隊、ベルリンのアレクサンダーコノエ的団兵第一連隊に、配属される。 陸軍大学校卒業後、1899年に参謀本部作戦下に勤務する。第一次世界大戦勃発時には、第三軍団参謀長であったが、戦時中には主に東部戦線に従軍した。1915年3月以降は、アウグストフォン・マッケンゼン将軍の参謀長として、随行した。お勝利に導いたほか、第二次セルビア侵攻作戦の計画を立案し、 名を挙げた。1916年末には、ガリスヤのオーストリア・ハンガリー帝国第7、軍参謀長を務め、1917年末には、オスマン帝国軍総参謀長に就任している。敗戦後の1919 19年、パリ講和会議では、ドイツ側の陸軍代表として参加した。また、パウルフォン・ヒンデンブルクの退任後には、参謀本部総長を務めたが、 ベルサイユ条約によりドイツは軍備を10万人に制限され、参謀本部も禁止された。しかし、参謀本部は、兵務局と偽装され、ゼ区クとはその局長に就任した。1920年のカップ一期に、社民党政治家の野助国防大臣の鎮圧命令を、軍は軍を撃たないと拒否し、軍の独自性を確保した。また、バルター・ラインハルトとの政治闘争に勝利し、 3月には陸軍統帥部長官に就任する。税役とは10万人の陸軍をエリート化して将来拡大する国民軍の中核とする構想を抱いており、また革命期のロシア、ソビエト連邦と提携して再武装を行おうとした。これはラパロ条約の締結となって実を結び、ベルサイユ条約が禁じる戦車、化学兵器、航空機などの兵器を ロシア奥地開発研究することにつながった。これは黒い国防軍計画と呼ばれる。1923年、ルール占領に伴いドイツは混乱状態に陥った。11月5日、フリードリ・ヒエーベルト大統領は、バイマル憲法48条の非常体験を発動し、ゼークトに一種の軍事独裁権を付与した。ゼトは、ザク州やチュービンゲンの左翼運動には即座に、 軍による弾圧を加えたものの、ミュンヘン一機については、国防軍の直接介入を避ける形で鎮圧した。1926年、ビルテンベルクにおける、不評連帯の演習に、ビルヘルム二世の孫ビルヘルムフォンプロイセン王子を、独断で招待したことを、ゲスラー国防省をはじめとする政府から、非難されて、辞職、退役した。その後は、軍事評論家として、 活動を行ったが、1930年から1932年までは、ドイツ人民党の党員として国会に議席を得た。1931年のハルツブルク戦線にも参加したが、政治的には不遇であった。1932年の大統領選挙では、現職のヒンデンブルクに不満を抱く右派によって、候補として擁立する動きもあったが、結局、 テオドール・ルスターベルクが出馬することになった。一方、中華民国の中国国民党政権は、相次ぐ内戦の中で、ドイツの軍事技術と兵器を求めていた。ゼークトは1920年代から、中華民国側と交渉において接触しており、中国側もゼークトに信頼感を抱いていた。1931年9月18日の満州、事変後、国際連盟が、 事件の調査団を派遣しようとしていた際には、ドイツ代表としてゼイクトが候補の一人となっていたが、小介席もドイツ代表としてゼイクトを希望するほどだった。また、ドイツ経済界にとっても中国市場は魅力的であり、中国各地にドイツ系の商社が置かれ、武器の輸出に関与していた。広州に本拠を置くペルツ中国商会もそんな企業の一つであり、 中国に土井製武器工場を建設しようとしていた。1931年には同社のアンドレアス・マイアー・マーダー隊役隊員がゼークトに接触した。この交渉は妥結しなかったものの、マイアー・マーダーは国民党構成派との間で公衆に武器工場を建設するという協定を締結し、1932年7月にはゼークトと再び交渉を行った。ゼイクトは マイヤーマーバーにハンス・クラインを紹介し、この計画を支援することを決定した。クラインはやがて、ペルツ中国商会を交渉の場から引きずり落とし、プロジェクトを独占しようとしたが、ゼイクットはクラインの動きを完全に支持していた。一方で、紹介席は、ドイツ大物軍人を中国に招待する希望を持っていた。紹介席と国防部次長陳議は、 在下ドイツ軍事顧問団,団団長、ゲオルク・ベッツェルトフナカであり、彼らは新たな団長として、ゼークトをテストする構想を持っていた。1932年5月には軍を通じて、ゼークトを中国旅行に招待したが、政治的な動きを行っていたゼークトが、中国訪問を決定したのは193年1月30日のヒトラー内閣成立後だった。 1933年4月14日にはマルセイユを出港し5月6日に香港に到着した。ジェイクトは日記に私は性質を得たいと考え中国に来た。何という皮肉であろう。それはすべて金のためだけなのだ。私はここで何をなすべきなのか。と記している。ジェイクト夫人の泥亭は贅沢好きで知られており、ジェイクトが 紹介席の正体に応じたのは、金銭が目的であった。一方で、ドイツ外務省は、ドイツ軍人が国外で活動することを望んでおらず、また、日本との関係を刺激することを恐れていた。外務省はきっとに、日本を訪問するよう要請したが、ゼイクトは、中国当局を不快にしかねないと拒絶した。紹介席はゼイクトに3万ライヒスマルクを送っていたが、 5月28日の会談後には1万、ライヒスマルクをさらに贈呈した。会談後には、小解析夫人、総儀礼を夫より遥かに勝ると評価している。その後ゼークトは北京に滞在していたが、ベッツェルの批判を行うようになり、小解析政権に接近しようとしていた。ゼークトの中国旅行にも協力したベッツェルはこの配信に起こり、ドイツ大使館に対して、 ゼイクトをこの男呼ばわりする書簡を送っている。一方でクライン及び新構成派との関係は次第に重荷に感ずるようになっていた。7月14日、ゼイクトは帰国の都につき、8月8日にマルセイユに到着した。9月29日、小介席はゼイクトと再会する希望を打電し、9月30日には正式にベッセルの公認として、 顧問団長就任を要請する書簡を送った。ゼークトからこの報告を受けたコンスタンティン・ホン・ノイラーと外務大臣はこの要請を断るように求めた。ゼークトはこれに応じ代わりに小介席の個人顧問としてアレクサンダー・フォン・ファール・ケンハウゼン軍事問題の再編担当顧問としてビルヘルム・ファウペルを推薦することにした。しかし小介席は断念せず ベッツェルの売額の報酬を提示し、正規の外交ルートをも使かって、税区との就任を要請した。ここに至って外務省も2、3ヶ月の視察旅行としての税区と報酬を許可した。税区とは妻、泥邸を伴って1934年3月9日に出発し、4月8日に上海に到着した。5月2日、税クトは小介析と会談し、 国民政府軍の再編を移植された。ゼークトは主要な軍幹部と会談する権限を得、さらに、蒋介石が不在の際の軍事指揮権をも委任された。ゼークトは、早速六個師団の編成を提案し、蒋介石の厚い信任を得た。しかし体調を崩して、多病となり、一時は死を危ぶまれるほどであった。一方でゼークトは、 クラインと公正派のプロジェクト支援にも関与を求められ、続けたが、小解析の不況を買う、このプロジェクトを忌避するようになっていった。また、ドイツ本国の国防軍、外務省が公正派との関係強化を図っていたが、ゼークトはこれらの事実を小解析に伝えることを躊躇していた。小解析はこれらの事実を察知し、言及しないゼークトに対する不信をかえって強めた。 板挟みとなったゼイクトは心身をすり減らし、1935年3月1日には、顧問辞職の辞表を提出した。紹介席はこの辞表を受理しなかったものの、3ヶ月の帰国休暇を与えた。そのまま帰国したゼイクトは、二度と中国には戻らず、顧問団の役割は、ファルケンハウゼンに受け継がれた。ゼイクトの在任中に、上海周辺に構築された防御陣地は、 ゼイクトラインと称される。陣地は1937年の第二次、上海事変の際に、日本軍に大打撃を与えたものの、最終的には、日本軍に攻略されている。1936年4月、第67不評連隊の名誉連隊長に乗された。12月17日に、ベルリンで死去した。ゼイクトは、縮小を余儀なくされたドイツ陸軍の再建に、 貢献した人物として評価されているが、軍事理論家でもあり、また、それを実践した軍人でもあった。ドイツの国防論について特に多くの考察を残しており、ベルサイユ条約によって、陸上兵力は10万人以内とされた制限を尊重しながらも、以下のような軍事思想からドイツ軍を再建しようと考え。すなわち、新生ドイツ軍は、少数精鋭であること。 その連度指揮は民兵や徴収兵に対して模範となる程度にまで高めるべきであること。現在の制限された10万人という兵員に対しては将来に陸軍の規模が拡大された時には優秀な幹部、可視官となるように専門的な訓練教育を行うことである。また、限られた兵力をカバーするための機動力を重要視しており、教育訓練においても 舞台の運動を通じて、舞台の質を上げようとした。ゼークトが語ったとされる、軍人を利口、愚鈍、勤勉、怠慢の四つのタイプに分ける、ゼークトの組織論と呼ばれる軍事ジョークがあるが、実際には、同時期のドイツ軍人であったクルト、フォンハン・マーシュタイン・エクボルトが副官に述べたとされる、ものが、元ネタである。ルフされている、ゼークトの組織論では、 無能な働き者は処刑するしかない等と若干改変されている。役所は現在のところ対戦中に刊行された三冊のみである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。